いや、花山さん、すごいですね。太郎くんですか。若い。で、チャンネル登録20名達成しましたってね、この切り口は私初めてですね。あの、100名突破を応援したりとか、100名突破を応援することっていうのは結構あったんですけども、20名突破しました、達成しました。で、日に日にチャンネル登録が伸びているっていうからね、うん、確かに20名伸びてるでしょうね。まあ、今そのチャンネル登録20人とか50人って言ったら、私は1日で変動する人数がそのぐらいなんで、まあおそらくこの10名とか20名の時の感動とかね、初心っていうのを忘れてしまったかもしれないですね。こうやって今回太郎さんの動画を見ることによってね、ああ確かこんな時期、あ私なかったなと気がついたらね、なんか1000人ぐらいでしたからね、私ね。そのチャンネル登録を伸ばすぞっていうんじゃなくて、とりあえず自分が YouTube のその動画発信のスキルを蓄えるためにね、いろいろやってったらチャンネル登録が1000人ぐらいになってて、でその後で収益化っていうことがね、あの YouTube に起きてきて、あれ俺収益化最初から言ってるじゃんみたいなね、うん、だから先行者利益っていうのはそういうところにあるのかなと思いました。まあ誰もやってない時に YouTube 始めてたんで、得点が結構あったんだなと思います。ただやっぱり今はね、これから YouTube 始めようとしてる方には、チャンネル登録者とか再生数っていうのはものすごく重要な課題になってくると思いますので、やっぱりこういうふうにね、数字を追いかけるっていうところは最初出てくるのかなと思いました。まあそれは私の感想なんですけども、この太郎さんのね、感動っていうのはきっと私がもうすでに失ってしまったところだと思うんですよ。まあですんでね、あの新しくその喜びとかね、意欲っていうのを取り持つためにいいきっかけになったかなと思います。で、私もね、最近ね、あのもうお話しましたけども、チャンネル登録350人ぐらい超えたのかな、うん、あのその方のちょっとお役に立てることがあってよかったなと思いますけども、この太郎さんもね、今回動画概要欄に URL つけておきますけども、あのなんか本当これから始める人なんですよ。一番応援が欲しいタイミングだと思うんですよね。ですんで、まあ私が直接関わったわけではないんですけども、こういった方にもエールを送っていきたいなと思いますね。で、まあ花山さんがね、こう私の前回の問いかけ、おすすめの YouTuber さんはっていうところで、一番最初に紹介してくださったのがこの方だってことでね、きっと見どころがあるんだと思います。これからも盛り立っていっていただきたいかなと思いますし、まあ、いずれね、こういった方とも私も関わることがあると思いますんで、まあ、その際は、まあ、よろしくお願いしますということでお伝えしていきます。まあでもね、本当にね、若くていいですね、若くていいなと思ったら、自分がね、いかに年を取ったかってことを感じますけども、負けずに若さを取り戻すためにね、由美子さんのヨガ講座を受けていこうかと思います。それでは今日もよろしくお願いします。